アリス・コグズウェルとトーマス・ホープキンズ・ギャローデットの像。アリス・コグズウェルはトーマス・ホープキンズ・ギャローデットがコネチカット州ハートフォードにコネティカット・ローア教育指導施設を設立しようとするきっかけとなった人物である。彼女は2歳の時高半熱にかかった。この病気は彼女の聴力を奪い、その後彼女は喋れなくなった。彼女は9歳の時にギャローデットと出会った。その時、 ギャローデットは、ロアの少女を教える機会を持った。彼とアリスの父メイソン・コグズウエルは、老学校が彼女の教育にとって最も良いと決断したが、そのような学校は当時のアメリカ合衆国にはなかった。1817年4月、アリスと他の6人の老学生は、コネティカットロア教育指導施設に入学した。 彼女の父が亡くなってからちょうど13日後の1830年12月30日、彼女は25歳で亡くなった。ハートフォードのアメリカ老学校の敷地にはギャローデットとアリスの美しい彫像がある。そしてギャローデット大学の敷地にはギャローデットが椅子に座り、アリスが彼の隣に立って指文字の A でコミュニケーションを取る二人の彫像がある。ありがとうございます。